が、昨年スタートしましたのがゼッケン2番池村選手、池村選手が先ほどですね3位でございますね。44番、最後はいいんですがペナルティが1つ、さあ今日優勝することができるか。さあ、その後追ってスタートしていきますのが中村選手、中村選手がスタートしてきました。ゼッケン1番の選手、この スタートしてきましたのはゼッケン11番、小川選手、おっと